みなさとは普段から仕事のこととかプライベートのこととかいろいろ話したりするんですけど、こんなに長い間一緒に同じ時間を過ごしたことがなかったので、ね、なんかすごく楽しかったです、うん、そうですね、もうほとんど本当にずっと一緒にいたので24時間っていうぐらいずっと一緒にいて、もういろんな話をしながら撮ってたので、本当に私とマケが普通に喋ってるところを篠山さんが撮ってたりとかしてたので、本当に素の二人が写真集になってます、はい、そうです。なんかよく対照的って言われるんですよ、うん、結構周りの方から。でも私たちはあんまり、まあ、対照的かもしれないけど、それだからこそ話せることとかあったり、逆に新鮮だったりします、いつも、うん、そうですね。マキが3人姉妹の長女で、私4人姉妹の末っ子なんですね。だから同い年でもその長女と末っ子っていうところでちょっとやっぱりお姉さんっぽいところがマキあったりとかしますねえ、じゃあメイサさんから撮ってみてもなんかお姉ちゃんみたいな部分もあったりするんですか、うん、そうですね。なんか気づいたら私のお茶まで入ってたりとかいつの間にか入れてくれてたりとかするので、はい、で違うところっていうと男性のタイプってことどうなんだろう、そういう話してないね。多分違うと思うから。違うと思います、絶対絶対違うと思いますちなみにじゃあ堀北さんはどんなタイプか。どんなタイプ面白くて一緒にいて楽しくて、はい、歌が上手い人がいいです。はい、これ必須条件ですか。なんとなく、はい。で歌ってほしいんですか。なんかそうですね、うん、はい、え、どんな時歌ってほしい誕生日とか男臭い人が好きです。例えばどんな感じですか男臭い。マッチョとか。マッチョ、はい、ちょい悪風がいいんですか。そうですね、はい、ぴったりだねそれ恋愛についてはあまり話さないですか。この子がいいんだけどとかっていう話はあまり出ないですね。なんか仕事の話とかする方が多いかもしれないですね、うん、仕事での悩みだったりとか、うん、楽しかったこととか。なんかこういうふうに同い年で他にも友達は学校の友達とかいっぱいいますけど、こういうふうに同い年でこうお仕事をしていてっていう存在が私にはメイサしかいないので、やっぱりお仕事のことはよく聞いてもらったりします、うん、直してほしいと思う、まあ、すごく、まあ、大人っぽいじゃないですか。同い年で見えないぐらい、だからたまにこうセクシーな隙があるというか、セクシーな隙、なんかちょっとそういうところもちょっと隠してほしいなみたいな時あり、なんかすごいしっかりしてるなっていつも思わされるんですけど、なんかちゃんと遊んでるかなって心配になります、はい、ありがとう遊んでますか。遊んでますよ私も、はい、なんかまたさらに何年か経って、例えば10年とか経った時にお互い多分また変わってると思うので、今の状況とは。だからその時がすごい楽しみ、またそういう時にお仕事できたらいいなって思います、うん、そうですね。デュエットとかどうですか。デュエット、歌ですか。ごめん歌は多分本当にミスマッチかもしれない